にちは、僕たちは韓国人バンド PRT でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は米津玄師のポップソングです。1,2,3 で愛を込めてもう一生遊ぼうぜ。準備してたものすべてたらないで、そさとさ何もかも全部くららね、君だけの歌ってくれ、それもまた全部くだね。おこれから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとあらませてよろしくお願いします。基本的な説明です。名前は米津玄師、活動は2009年からしました。レーブルは SME レコーズと事務所はリイッシューレコーズです。この曲はプレイステーションの新しい CM ソングになります。この CM は児玉雄一さんが監督を務めて、米津玄師本人が出演する CM になります。米津玄師は楽曲の制作だけではなく、変身というアイデアやキャラクターデザインなどをコンセプトの企画にも参加して、幼い頃からゲームを愛する米津玄師らしい遊び心をあふれる世界観に仕上がっております。それで今日は皆さんも遊び心で見てください。では、行きまーす。아니 일단 퀄리티가 영화아니냐고. 이 정도면 중국 대작 영화 정도 아니냐고. 진짜 스파르타쿠스 그 느낌이야. 어 처음에 잘못 들어온 줄 알고. 세일러문면전하듯이하는거야. 딱 보자마자 이상한 나라의 앨리스 떠오르네. 아, 딱 색감이 그지. 나머지 다 회색인데. 아, 연기 너무 잘 하시더라고요. 그러니까요. 저게 요네즈 켄시는 파란색을 입고 있고, 요건 빨간색 망토잖아요. 파란색이 플레이스테이션이고 빨간색이 닌텐도 아, 아니냐라는 재밌는 그런 재밌는 유혹들이 많더라고요.이거뭐의상은데스노트류크같은의상이에요. 아진짜연애즈켄시는정말다재다능한것같아.어떻게저것까지다하냐.그러니까정말평소에게임을되게좋아해가지고이런 참여를자기가직접했다는그런아이디어도많이냈다고하더라고요.우리도게임을계속열심히하는음악을잘할수있을까? 뮤지컬보는느낌이네. 일단게임속세상을되게잘보이는그러니까뮤비티저에서는옛날그아날로그게임같은8비트그림체로또이렇게되어있다고아봤어확실히게임이다보니까모든게다게임으로연이런게진짜이상한나라의앨리스 아진짜천재다 악기쓴것도정말그지1,2,3 로사비가시작하잖아요. 플레이스테이션이 1,2,3 에되게약간집착을한대요. 그래서뭘발매할때도1월23일뭐11월11일뭐헤이세이12년3월4일뭐이런식으로그런것까지이제생각하면서그곡을쓴그런느낌이강해서되게약간프로는프로구나타이업을되게허투루하지않는느낌소나키아라모헨신도유고토모뭐요네즈켄시상가칸가이다시다또키탄데스케레도혼토니소조력모잔신데약간효겐력모메차탁하이또오모이마스엔기도까소레키아라노엔슈츠도까모혼토니스바라시이데스요네우타오토끼니하세미루또고하츠온가네모타이나미타이니원투스인데아이어코메테미타이니소레가本当に魅力じゃないかななんか思って、僕がやったら、本当に眠いんじゃないってなんかみたいになれるかな思ったんですけど、逆に米津玄師は本当にかっこよかったです、この発声が。
この曲にあんまり J-POP に出ない楽器があるんですよ。ジャズの中でジプシーっていう60年80年代にもうイギリスのあたりで流行したジャンルによく使われるギターがあるんですよ。それがずっと後ろでバッキングを弾いてて、それといろんな要素が混ぜて、僕はこれ初めて聞いた時はこれ何のジャンル、あさすがジャンルが米津玄師っていう、あ素敵。 MV がゲームみたいからかなと思いますけど、米津玄師さんが音楽の中で楽しく遊んでると思って、それがなんか羨ましい方です音楽を真剣にするのも大事なんですけど、その中でどのぐらい遊べるか、なんか楽しめるか、それも結構大事だと思います。저조이스틱을갖고문을쳐부수러가는게너무멋있어이세상은재미없으니까아합계좀봐마지막에저게저런메시지주는것같아너네도뭐고정관념을버려약간아와밖에는이렇게넓은세상이있어그치스타일링그치이건진짜영화다 등장인물도엄청많이나왔잖아요지금이것도연예지켄시가그렸다는데아저것도 P 는플레이스테이션의 P 닌텐도의 파란색빨간색이런얘기도있다아오모시러どうでしたか。最初でも終わってもこう映画見た感じがなんか感じれるんですけど、音楽的にでも例えば前になんかミュージカル見たいとか映画見たいとか思い出せるようないろんな楽器を使ったことが本当に天才かなと思って、やっぱりいろんな楽器も勉強したいなと思いました。僕さっき言ったんですけど、なんかジャンルが米津玄師、そこでちょっと深く考えてみたら、今の時期的になんか今までチャレンジできなかったことを家でこっそり一人でやる感じの方だったから、今の曲を聴いて、あ米津玄師っていう方が前に比べて変わったなと、なんかルパンを見る感じの音楽でめっちゃ楽しかった。僕はさっき言った通り、なんか米津玄師さんのように僕もドラム叩きながら音楽の活動やりながら、もっと遊んでる気持ちでもっと楽しくやったらもっといい表現力が出られると思える時間になりました。いたずらな天才がこの世の中はくだらないだから、もっと広い世界を見ている感じになりました。ゲームという素材で一緒にあってこんな音楽ができるのも本当に素晴らしかったです。本当にいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。